こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はパソコンのですね、質問を受けるとき、この先分かりませんとかね、ここでどうすればいいんですかって文章でいただいてもですね、正直どこのこと言ってるか分かんないことがよくあります。せめてですね、本の何ページの作業をしたら出てくる画面が違いますとかですね、いうのをしていただければ分かるんですけど、文章 でなおかつ画面キャプチャーもできなくて、デジカメの写真とかつけてもらわないと、はっきり言ってですね、会員の方、個別コンサルの方は、まあ、それでもね、なんとかサポートしますけど、普通のグループサポートとかの方はですね、ちょっと文章とかで分かんないと申し訳ないけどサポートができないんで、画面キャプチャーを、使うやり方を覚えてください。まあ簡単です。でソフトも使うソフトもね、無料ソフトです。でもしこの作業ができなければ、デジカメでパソコンの画面撮って謎を貼っつけてアップしてもらってもいいんで、何しろ問題が起こった画面ですね、その画面をお知らせください。なんて表示されているのか見ればね、大体わかりますんで。で、画像キャプチャーソフトは WinShot というですね、フリーソフトを私の場合使ってます。非常に優れもんですね、便利です。でこれがですね、こちらの URL をこうコピペしてですね、右クリックでコピーして、で、URL の窓口に貼り付けて使ってください。で紛らしいのこれね、このソフトのライブラリでこういうの出てくるんですよ。ダウンロードとかプレイナウとかね、これね、全然 WinShot にも関係なくて、無料ソフトでよくこの広告出ますんで、これ押さないでください。めんどくさいです。マイクロソフト、パートナーとか書いてあってですね、勝手にスキャンしてウイルスにやられてますとか言って、お前がウイルスだろみたいなね、ソフト入っちゃいますんで気をつけた方がいいです。ダウンロードはここからですね。ここだけ押してください。で使い方ここにサクッと書いてありますけど、私これ読んでもいまいちよくわかんないですね。で、実際どうするかというと、もっと簡単なやり方がね、あるんで、それをもう一本別な動画で、説明します。このページを見ててね、この今見てらっしゃる動画の下に貼り付けるようにしますんで、連続してみて、取得は簡単なんで、それで、画面キャプチャーしてください。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。